久保さん今回「欺く」「義にしましょうか詐欺の「義に「欺く」と「欺く」欺かれましたね <laughs> まあ報告もらってるんじゃわかんないんですけどもうんまあ 一つ事実を言うんだったら、参加者の一人開催した久保さんと僕の方が行動はしてると思いますね、うん。まあ、あとはまあ、ある程度結果も出してるかな。結果出さないと、まあ僕なんかは結果出さないと、商品売,らな売れないと飯食えないので、あれから4年ですか。億万長者合宿から4年経ちましたけど、ずっと売り上げを作り続けてます。売り上げ作れなかったら僕、こんな生活できないので。 まあ一応結果を出し続けて行動も、まあ、結果を出すために行動をしているんですけどもうん、なんだろうな結果が出るまでやれば結果が出ると思うんですけどね ねえ、なんか、こんな話するとね、お前はできるからいいだろうとかね。いや、俺とお前は違うんだとかね。いや、それは吉谷さんは経験があるからとかね。なんか、いろいろと言われると思うんですけど、どうぞ言ってくださいと。僕も最初、一緒の状態ありましたよと。最初から生まれた赤ちゃんの時からネットビジネスできたのかっていうと、できないですし、まあ、はっきり言って全員初心者なんですよね。まあ、久保さんなんかマージャン店のおっさんですからね。 もともと。うん。右も左も分かんなかった時期があったんだけども、分かるようになるまでやっただけなんですよね。単純に。うん。やりますって言ったんだけど、やれるまでやってないんですよね。やりますっていうのは言葉でいくらでも誰でも言えるんだけども、やれるようにするまでやる人は少ないですよね。だから、やりますっていう言葉はみんな言うんだけど、 うん、まあちょっと残念ですね。うん。そう。まあ僕はやります。なぜならばやらないと飯食えないんで。そう。だまた今日か。今日の朝、今日の朝また新しいメンバーシップ僕作りまして、もう早速入ってる方いらっしゃいましたね。はい。まあ新しいね、商品作って。 メンバーシップ月額990円ですね。はい、月額990円新しく始めました。今390円と990円ですかね。うん、まああともう1個、なんか3つぐらい作りたいですよね。3つ。うん。本当はね、今回のやつが1万円ぐらいにしようかなと思ったんですけど、まあちょっと安くして。1万円ぐらいの、与座さんと同じで1万、マックスのね、1万円いくらのやつ。 なんかできないかな。まあちょっと考えときます。本当は今回のやつをそれにしたかったんだけど、うん、だ五十ぐらいになったからかな。うん、まあとりあえず二つで頑張ります。<laughs> うん まあ、あの、二つ目は今日からスタートしたばっかなんで、金、金麦研究所っていうメンバーシップはもう運営して一年経ったんですよ。始めたから一年経って。で、まあ、この R の部屋っていうのを始めたんですけども、この R の部屋も一年ぐらいやったら、まあ、次の方向方向性をちょっと考えようかなと思いますね。はい行ってらっしゃい。